じゃあもう板野先生とかそう先生が東進に入られた時だと思うんで、はい、その時に職員の方が紹介して、はい、東進から遠ざけられてきたっていうのは正直なイメージです。 CM で林先生がポンと出たじゃないですか。皇室かなんかで僕がいる時に林先生がパッと入ってきて、はい、で僕の顔を見たら でも引き抜きやっぱり当時はすごい額だったんですよね。まあ額というかまあ一コマいくらっていうことで、あ差し支えのないあれで言うとやっぱり投資の問題っていうのが、うん、最初の僕行った頃っていうのは、はいはい、生の授業があったから良かった。あそうですね、はい、でそこで予ゼミの違いって、ね、予ゼミっていうのは基本的には生で、はい、一部の先生が衛生やってると、衛生やってるのもまあ週に2コマ3コマで、うん、普段はもうずっと校舎回ってるわけであって、うん、でそこでまあ、まあ、1週間20コマとかやって、うん、その収入が入ってくると。ところが東進は生の授業をやめていって基本的には、はい、衛生だけになってしまうと、はい、そうすると実際その高いお金で引っ張られるんだけども、うん、でも週にわずかのコマしかないと。そうそうですね。でしかも予想を取って掛け持ちを、まあ、当時はね、はい、禁止をしてたと、うん、ということは実際の見かけの収入とは違って、うん、トータルとしては予ゼミよりも少ないっていうことが起こってきて今は僕知りませんよ、はい、僕が入った頃ね、はい、でなおかつ一通り取り終わったらば、うんもういらなくなるその先生が。ああなるほどそうですね。生がないから権利全部持ってっちゃいますから、ね、これはちょっと怖いなと思って、はい、それともう一つ若い先生で言うと若い先生これ育たないと思ってというのは、うん、よずみの場合はもう本当にたくさん駒を持って、うん、たくさん生の授業をやってそうやって叩き上げてようやく認められて、うん、衛生だけど生の授業はないわけだから。そうですね。でしかも一回取ったら同じ授業ってのは基本的にないわけだから、うん、これは若い先生のってすごく厳しい環境だなっていうふうに思って、うんまあそういうこともだいぶ言ったんだけども、うん、だんだんやっぱり向こうのやっぱり経営的な方針と僕のそういう考え方がやっぱり合わなくなってきて、うん、まあそういう経過がちょっとあったかなっていう、うん、だから何も批判するわけじゃなくて、はい、どっちがいい悪いじゃなくてそれぞれのシステムの中でいいところもあれば悪いところもあって、ただまあ、うん、今のその投資のシステムっていうのはちょっと僕は合わないなっていうことで、うん、契約をするときに徹底して交渉して、うん、まあ納得できるような契約をしようと思って、うん、そのあたりからだんだん僕は投資から遠ざけられてきたなっていうのは正直なイメージかなっていう。なるほど、まあそうですね、若手が全く育たないシステムですからね、うん、結局その通りです、うん、まあそれを経験してきた自分なんで若い人もかわいそうだし、ベテランしてベテランの人で一通り取ってしまうと、はい、もういらなくなるから立場が逆転してしまうというか、その中でいわゆる育たない、何もチャンスがない中で、うん、CM で林先生がポンと出たじゃないですか。 はい、あれはどんな感じだったんですか。やっぱり林先生自体はずっとやっぱ出口さんに勝てない、うん、出口さんに勝てないっていうのをずっと言ってきた人だったんで、うん、こんなこと言っていいのかな、うん、そうですね、僕正直言って他の先生の授業って予ゼミ時代から一度も見たことないんですよ、はい、で当時の先生の授業も見たことなくて、はい、だから初めて他の先生の授業見たってのは森手先生かもしれない。YouTube で見てしまったんで。なるほどなるほど、はい、誰も見たことなくて、はい、あまり関心もなくて、はい、だからまあコマーシャルも、はい、コマーシャルやってるなっていう感じで、誰が映ってるかってあんまり意識してなかったんですよ。そうだったんですね、うん、でまあ僕ちょっと前まではもうポスターも全部僕がボンと出たんだけど、はい、ふっとキャッチで僕がいなくなってるというか、あでコマーシャルも最初僕が出たんだけども、はい、消えてしまってるというか、はい、でもまあそうなんだなっていうぐらいであって、まあ、どんどんこう露出がなくなっていったっていう。でこれ人気が果たしてそれがなくなったのかどうかっていうのはこれも分からなくて、というのは一切どれぐらい受講してるかって数字を向こうは見せてくれない、一切言ってくれない、うん、で地方のね提携してる、ね、ところに加盟校なんか行くとほとんど僕の授業取ってますよっていう答え返ってくるんだけど、実際は分からない全く。そうですね、まあ、みんなそれぞれ行く先生にいいことではないっていう、でそういうシステム、だんだん本部の力が強くなっていって、はいはい、で子供が選ぶよりも子供入った時はどの授業を選んでいいか分かんないから、これを選びなさいっていうのを本部からこうどんどん来ていくと、はい、すると本部が売り出そうとする先生をみんな取るようになってくると、となってくると本当にその先生の力で集まったかどうかもこれも分からない、うん、そうですね、本当それがすごくありますね、それも僕が嫌だった理由のが大きな面ですね、うん、そうですね、だから正直言って僕の講義っていうのは昔の講義を
ずっと投資は流してたんで、新しい講義を僕は取らなくなったんで、ずっと、まあ、取らせてもらわなかったというか、だから僕の講義がこれが悪くなったってことはありえないという、過去のやつをずっと流してる。で数字は分からないけども、でもおそらく僕の講義を受けてる生徒はどんどん減っていったという、それはもう講義は変わってないから、おそらく他の先生の方にどんどんどん生徒をこう誘導してたんじゃないかなって、これはあくまで推測なんだけどもっていうふうにはちょっと思ってるかな。ああそうですね、総先生の授業を見たときにメールというかフェイスブックでメッセージいただきました。総先生も僕もよく知らなくて、授業も一回も見たことなかったん で、 でただ記憶にあるのが、僕がまだ授業を取ってるときに総先生がたまたますれ違ったかなんかで、ちょうどその投資に入られた年だと思うんで、その時に職員の方が紹介して、総先生が僕に挨拶されて。そうだったんですか。尖ってなかったですか、大丈夫ですか、当時のバリバリに尖ってた総先生で。あんまり顔覚えてなくて、でその時に、あそういう先生がいたんだなって、すごく礼儀正しい先生だなっていうイメージで、そこから一度もお会いしてないし、講義も聞いたことなくて、ただたたびで 1,2 回見たらば、僕と違って滑舌も良くてで、まあ、本当に身振り手振りで分かりやすい授業で、さすが一流の先生だなっていう感想なるほど、なんかのメッセージで、良かったですよっていうのを、森哲先生に送った記憶がありますよね。総さんすごい喜んでましたよ。ああ、よかったです。めちゃくちゃ喜んでましたよね。僕その1、2回授業だと僕が言ってることってあんまり変わらないんですよね。ああ、なるほど。だからそういう意味ではぶつからないというか、僕の授業を受けられた方が総先生を受けても納得するだろうし、その逆も僕は納得できるというか、非常にまあ近い考え方で教えられてるかなっていうイメージは持ちましたよね。あれ合わないように結構先生たち、現代文が特にですね、合わないようにされてたんで、最初たまたまばったり会って、その時向こうを紹介されて、そこから一回も会ってないのはもしかすると合わないようにしたのかな。じゃあ林先生とか会ったことないですか。だから林先生は僕がいた頃と言っても変な話であって、つまり生身の僕がいた頃と、僕が一切行かなくなって過去の僕の講義を取ってるという僕のいた頃とあって、で生身の僕がいた頃っていうのは、林先生はあそんな先生がいたかなっていう、もちろん名前は知ってるし顔も知ってて、ただ一回も話したことないし、もちろん授業も見たことないんで、で講室かなんかで僕がいる時に林先生がパッと入ってきて、で僕の顔見たらスッといなくなってしまうというか、そういうのが 2,3 回あったかな、それぐらいの記憶ですよね。あそうそうなんですね、そんなことがあったんですね。じゃあもう板野先生とかとも全然会ってない。板野先生は全く会ったことないですよね。やっぱ会わないようにされてたんですね。されてたのか、僕がその時いるって知ってるから、まあ近づかないようにしたのかそれはちょっとわからないですけども、会ったことないですよね。そんな感じだったわけですね。面白かったのは、その前に僕が投資に移籍した頃にすごい人気のある先生がいて、高橋誠司先生っていう、でテレビに出たりして、なんか七色のスーツとか言って七色すごい派手な先生、でその先生は逆にもう僕入った時から積極的に近づいてきて一緒に飲ん で、 で僕の本を全部読んで研究してて投資の先生で近づくっていうのは変だけども交流があったっていう先生は高橋誠先生ぐらいかなっていう。そうなんね、ほぼいなかったわけです。そういう意味ではプロで、ただまあ授業はちょっと面白かしい授業ってイメージだったので、まあ、結局もう僕が入った後どんどん生徒減っていって、でまあ知らないうちに投資辞められたんですけども、ただ出口先生があなたの出口はあちらですって言って、こういやそんなことじゃなくて、なんですけど、まあ、結果的に、まあ、悪いことになったかなっていうのは思うんですけどもどすごく面白い先生で仲良かったですよね。まあ、当時はそう戦うことできましたしね、ゼミでもそうですね、同じ授業でこう生徒の数とか、ゼミはもう戦いでしたよ ね、 したもんね。そういうのがまあ全くないですからね、今ね。あそうなんですか。今の時代はそういうのないんで、だ僕投資を完全にやめてもうこれで2年ぐらいかな、その前はもう 7,8 年は実際にはやめてたので、過去の映像を流したって状況なので、この10年間投資陣がどうなったかって全くわからないので。なるほど。でも今後授業をやっていくとかあるんですか、そういう予定とかは。そうですね、生の授業じゃないけどサナル予備校っていうところがあって、サナル、まあ、僕の講義をいくつか取っていこうかなっていう、なるほど、まあ、すでに今取ってますけれども、はい、あそうなんですね。あ、そうなんですか。まあ、ね、カットしなきゃ。多分まだ言っちゃいけないと思いますけど。今なんかすごい広がってるみたいですよね。あと今、音声講義といって、はい、僕の参考書をできる限り
全部音で講義を取っていこうと思って。ああ、なるほどなるほど。だから参考書の本で勉強する人が講義を聞いて、それで理解をして、で参考書を解説読んで整理するっていう、これが一番力がつくやり方かなと思って、今一生懸命講義を取ってます。そしてね、なんといったってこの、はい、等身時代のやつから新がついてますね。新レベル別問題集が、ね、等身のやつはもう絶版しました、はい、発売されておりますので、ぜひこちらも、はい、ありがとうございます。はい、はい、という形で小林出口さんに、いやだいぶいろんな話聞けて、いやすごかったですね。こちらこそ本当楽しかったです。ありがとうございます。じゃあまたぜひ今度はね、出口先生のチャンネルに僕は行くかもしれませんし、もうぜひ、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。